こんにちは、チョメです。見てわかる通り、プレイ時間が11分。前回にも言ったけど、やり直したんですよね。セーブ場所がわかんなくて。では、行きますね。うわ、楽しみ。何が待ち受けてんだろう。初見プレイです。前作プレイしたことないです。こうやって斜めに歩く感じか。なるほど、歩いとればいいんかな。あ、なんか揺れてる。かわいいね。なんか揺れてる。何なんだろう、あの二つは。まあ、とりあえずそう。ダッシュとかできないんだな。あ、これ何これ、垂れてる。なんか暗くて何も見えない。この辺一応調べることはできるのか。この辺とか調べんでいいかな。何も見えないから。この目玉は、まあ、気になるけど先に進んでみるか。うん、今のところ何もないね。まあ、あ、これ滑り台みたいなやつ。大丈夫、ダメージ受けるんじゃね。あ、こんな感じのアクションか。これは何？触っちゃいけん感じ？関わっちゃいけん感じ？大丈夫？じゃあ右の法則で右行く。あ、下も気になるな。下行ってみるか。なんとなくね。あ、なんかあった。下でよかったわ。なんか手に入った。中で何かが光っている。取る？あ、取りますよ。当たり前でしょ。グローシャードを手に入れた。剣かな？これ、メニューとか。あ、メニュー開けた！ C ボタンで。なるほど。装備？で、これで、どうやってやんのこれ。何もないな。あ、こんにちは、チョメです。こんな感じで操作ができるみたい。C ボタンでメニューを開く感じだね。オートランとかいろいろある、うん、キラキラ輝くかけら、使い道はわからない。なるほど、集める感じか。携帯があるじゃん、かけてみるか。なんだこれ、ダメってことか。通じないようだ。無駄にいいね。でも作り込まれてて、無駄に長いって言おうと思ったけど作り込まれてていいわ。ここにもなんかありそうやけどな。よし、どんな感じなんだろう。あ、なんか赤くなってるね、あれは。おい、注意、おぶね、当たった、今。びっくりしたわ。これ、避けるって感じでしょ、多分。わっしゃー。よっしゃー。ちょっと試しに当たってみてもええな。あ、ここ回復か。じゃあ、ちょっと当たってみるわ。なんか、セーブバトルだったら全回復する。あ、じゃ、なんで避けるんや。当たってくれよ。あ、こんな感じで減るみたいだね。わざわざちょっと当たりに行ったわ。で、セーブで、あれでしょ？回復するんでしょ？セーブ。じゃあ、これは？この地にて真の道を見るは闇に閉ざされし瞳のみ。闇に閉ざされし瞳、何それ？あ、これを解いていくって感じか。あ、え？終わっちゃった。なんでこれあ、なるほどね。一番右側と左と真ん中を閉じたってことか。あー、なんか自然と終わっちゃった。滑る床。謎解きでも何でもなかったな。運が良かっただけだな。よし。こうやって謎を解いていく感じかな。あ、セーブしとけばよかったな。あ、まあ、いっか。これは何だろう。当たっても大丈夫。おお、びっくりした。割れた割れた。なんかいたよ、ここ。こういうのも割っていく感じか。あ、うおー、来るな、これ以上近づいたら。お前、ビビリじゃねえか。あ、クリスだよ、もう。てめえ、ふざけんなよ、ビビんだろうが。今度やったら顔面へこましてやるからな。まあいい、今、それどころじゃねえ。というか、安心したでしょ、クリスを見て。こっから出る方法を探さねえと。つっても、ここってどこだ？わかんないよ。なんかわかんねえけど、全部てめえのせいだからな。てめえがなんとかしろよ。って言ってついてくんのかよ。俺は後ろからついてく。ビビリかよ。よし、先に進もっか。カットできてなかったやばいな、さっきのところ。いや、ねえわ。お前歩くの遅すぎ。あ、さっき行っちゃった。実験台になってくれ。罠にどんどん引っかかってくれ。ちょっと飲み物休憩してたからね。いいね、この世界観でも。これさ、無言の方がええかな。なんか楽しいやな、普通に。おい、見ろよ。誰か手振ってるぞ。なんか用でもあんのかな。ほんとだ、誰かいる。
あ、なんか落ちてきた。うわ、攻撃じゃねえか。避ける感じか。やべえ、逃げろ。あ、こんな感じか。わ、よーし、よい、おい、ここで止まって。あ、ちょっと止まって。アクションゲームに、落ちよう。楽しい、楽しい。これ、上から降ってくるから、上を見とけば大丈夫だね。当たり前か。上、当たり前のことしかやってない。上を見たらいいって誰でもわかるわ。はい、はい。これ、リアルタイムアタックとか楽しそうやね。はい。クリス、飛び降りるぞ。二人用だね、これ。三人用かな。え、マジか。あ、そういうことか。今度は、ちょっと待って、待って、待って、待って。これ、あ、上にも行ける。これはいいわ。なるほど。これは、右と左は動かさんでええな。上と下だけで大事、いけるな、これ。よしよしよし。よし、オッケーオッケー。初見プレイだから。いろんなことが起こる。で、前作もプレイしたことないから、どんなことが起こるかわかんない。よし。あ、なんかすごい楽しそうなところ来たよ。お、死んでなかったか。そりゃ何より。で、ここが何なのか分かったか。だよな、俺今さっぱりだ。だから最初の寄り道しといてよかったな。そこの家に誰か住んでねえか。だから戻れんから、隅々まで調べるの大事かもしれんな。なんか大事なもの手に入れたから。だから、はい。店のようだが、扉には鍵がかかっている。中には誰もいない。まあ、一個一個調べていくよ。これもお店か。どっか入れるんじゃない？この世界観ええな、でも。宿屋だ、これ。鍵がかかっている。ダメか。じゃあ上行くか。これは？行く手には人気のない街を見上げるように城が飛び出ている。城のてっぺんからは天に向かって止めどなく黒い泉が吹き出している。この場所に満ちる力が胸の奥で輝いた。あ、セーブね。じゃあちょっと動画は繋がってるけど休憩しようかな。